忍さんは、福島県福島市の中心市街地北部にある山である。標高275メートル。福島市街を一望でき春には、大勢の花見客で賑わう福島市のシンボル的存在である。外周は一周7キロメートルで皇居と同じ大きさ。美島百名山に選定されている。公園内では飲食が可能なため、福島市内では人気の名所。 古代には、新越山と呼ばれた。登山のルート次第では、険しい経路もあるなど、登山趣味の入り口として親しまれ、近隣小学校の遠足で用いられる山である。山岳信仰として、神社仏閣スポットでもある。岩谷観音、黒沼神社、福島県五国神社やでは三山の文社がある。また大園寺や市が管理する墓地が存在、福島市を代表する。 墓所地帯としての性格も兼ねている。東から熊野山、羽黒山、葉山の三部で構成され、これらを合わせて、忍三山,山,山と呼ばれることもある。それぞれの山の名前からもわかるように、山岳信仰と密接に結びついており、熊野山には、湯戸の神社、羽黒山には、羽黒神社、葉山には、合山神社のでは三山,山が誕生され、祀られている。 国道13号の忍山トンネル、東北新幹線の忍山トンネルは共に、葉山の下を貫いている。大和らじはぐ神社にそびえ立つ長さ12メートルの大和らじは、毎年2月に行われる、忍ぶ山明参りで奉納される。毎年8月にも大和らじの奉納が行われ、1970年から夏祭り、福島和らじ祭りとして、市民の間に定着している。 鳥ヶ崎展望台1874年に政府が認可した公園で、東京の上野恩賜公園と同じ時期に認定された、全国的にも有意所ある公園。1899年、初代福島町長、鈴木三郎兵衛たちの指示で1万本の桜を植え、福島市の桜の名所になった。第二展望台から望む福島競馬は、忍山一帯は、公園として整備されており、 南側斜面には、福島市街地に向け、第一展望台、さらにその上側に、第二展望台、西側には、カラスが先という山頂があり、近年整備が行われウッドデッキの展望台が設けられている。忍山トンネルにほど近い五国神社周辺には、花見の名所として、有名な広場や大噴水、各種遊具が整備された、駒山公園が第二展望台周辺には、 大型遊具やウォールクライミング場がある。福島地方気象台が桜開花の基準となる、ソメイヨシノの標本機とは、忍山に自生するもので、その他に、複数種類の標本機が、忍山に自生するものである。2016年4月18日に、忍山第二展望台に設置された、情報展示室及び展望休憩スペースである。一説には、 福島の名付け親とされる木村義清が福島市南西部の高台に位置する大森城から福島市中部の低地に位置する福島城に入城する際、大森城の高台から福島盆地を見下ろし、風が吹く霧がかった盆地の中心に島が浮かんでいるように見える情景から、風が吹く島とし、吹きを縁起のいい福のあて、福島と命名したとされている。 現在も福島盆地は、時より、おろしという強い風が吹く場所で知られており、早朝など霧が発生する時に国道4号を呼び、国道115号など高い位置から、福島盆地を眺めると霧の中から、忍さんの頂上部だけを覗かせることがある。スタジオジブリ、隣のトトロでの主題曲散歩の作詞家、中川理恵子によると、小さい頃に、友達と阿武隈川や、 忍山で遊び回っていた経験があり、その山を歩いたイメージで作ったと語っている。第二次世界大戦末期、群馬県にあった中島飛行機武蔵野工場が福島に疎開し、忍山西部に地下工場を建設した。1945年3月より、地下工場の建設と並行して航空機エンジンの生産を開始したが、わずか7台を生産しただけで廃線を迎えた。 計画では五千坪に及び地下工場となるはずで、群馬県からは労働者として、朝鮮人が多数連れてこられた、洋出店。戦後、学生が行動内に入って、事故を起こすなどの問題があったため、現在は行動入り口をコンクリートで封鎖している。忍山周辺に計画されている道路。混雑する福島市街地を避け交通改善が期待されている。 二両線ともに全線開通には数十年と長期間を有するとされ、開通時期は未定である。忍さんは、福島市内においては、山周辺の地域名としても機能しており、市内中央地域の一部の総称、忍さん地区となっている。旧大山新井村及び五十辺村のあざなにあたる。ありがとうございます。